皆さんこんにちは、カッカです。今回もオメガルビーアルファサファイアのレート実況をやっていこうと思います。それでは、今回もパーティーが変わらないのでそのまま潜っていきましょう。で、現在のレートが1760ですね。早く1800に乗りたいところなんですけど、ちょっと今1700台をずっとうろついてますね。対戦相手の方が見つかりました。エルフさん、ラッキー多すぎてあれなえる。対戦よろしくお願いします。で、お相手のパーティーをキャプチャーしましょう。お相手のパーティーはリザードン、ジャローダ、スイ君、ランドロス、ライボルト、ギルガルドですね。私的にはラッキーが増えてナエルっていうよりはもうリザードンとかバシャーモが多すぎても、個人的にもう雪のキラー的なやつが多すぎてナエルんですよね。で、お相手のパーティーが、見て、まあ過去にまあリザードンが初手で出てくることが非常にこのパーティー多いので、リザードンかまあランドロスもよく出てくるので、ランドロスの初手のこの2体のうちのどちらかではないかと思います。で、まあもう1体はスイ君は確実にちょっと裏に入ってくるんじゃないかなと思いますね。で、相手のパーティーは雪の方が非常にジャローダ、スイ君、ゴルト、あ、すいません、ランドロスに対して出していけるので連れていきたいですね。ここはエンテイから行きましょう。で、雪の、で、あときついのが、相手のパーティーの物理ポケが一番嫌なんだよね。プレセリア、かな。雪の方から出してってもいいけど、それならガブリアスを連れていきたい。いや、雪の方から連れていこう。雪の方、エンテイ、ガブリアス。この3体で行こうと思います。それではエルフさん、対戦よろしくお願いします。で、まあちょっと前回のコメントで、まあちょっと前回のまあ動画自体がちょっと個人的なトークが多すぎたことに対してちょっとまあ批判するまあリザードンですよね。まあで、まあその批判的なコメントがまあ多かったので、まあ今回からはもう対戦についての実況だけをもうやっていこうと思います。茶番とかなしで。で、まあ、ここで、まあ、大体ニトロチャージを積んできて、全抜きを狙ってくるリザードンが多いので、ガブリアスにしてます。で、お相手は、まあ、プレセリアとかいたら止まらなくなるので、相手はここで激輪を打つのは難しいんじゃないでしょうか。まあ、X ですよね、この並びは。で、それとまあ、開始レートを書いたらいいんじゃないかっていうコメントもあったんですが、まあ、開始レートはこれか、そうですね、ニトロチャージ。で、これから書かせてもらおうと思います。で、まあ、この対戦と対戦の間に、私が、カットを入れてるのは、私がただトークが下手で、対戦動画と対戦動画の、合間、ちょっと話を、繋ぐ話ができないっていうのが、主な理由なんですよ。まあ、自信打ちます。自信。だからちょっと、あれはただ動画厳選をしているとかそういう意味ではなくて、ただ私のトークが持たないっていう理由で、あれはカットしてるだけなので、本当そこはご了承ください。ちょっと、私の、スイ君。やっぱスイ君いましたね。で、これで、ここ対面でいきなりネットを当てられるのが辛いんだよな。ここで押すのも馬鹿げてる。けど、最近の水、午後風かな？雪の上に来てみましょう。で、相手裏ギルガルトとかかな？迷走。これは全然関係ないですね。ここはウッドハンマーでも水君を持っていきたいところ。で、まあおそらくライボルトがメガ枠なので、ライボルトはいないと踏んでいいでしょうね。なので、ここはもうウッドハンマー。交代読みで、ギルガルド読みの地震とか打つのはいいと思うんですけど、弱砲発動が怖いので、もう普通にウッドハンマー打ちます。突っ張ってきましたね。ここで、火傷引かれるのが一番怖いんですが、相手冷凍ビーム打ってないかな。瞑想。これは、悠長すぎじゃないか？ちょっと。まあ、冷静と控えめの、まあ雪の方が多いので、相手は、
特殊型と踏んだんでしょうか。そうですよね、意外といいダイヤモンド入っています。パラレオソロフットハンマー打ちます。ネットこれは落ちないよね。落ちませんね。急所急所でこれっていうのが、まあこれ全然問題ないと思います。フットハンマーよし、水君突破で、最後は何かな。ギルガルドだと嬉しいんですが、あられがやんだ。相手は何かな。ジャロだ。これは問題ないかな。普通にリーフストーム積んでくると思うので、もう氷の粒手で少しでも削りに行きましょう。氷の粒手効果が強い。急所リーフストーム、まあ、いくら積まれようが関係ないですね。裏のガブリアスはスカーフなので、ジャローダー抜いて、抜いてます。まあ、先に少しでも負荷を与えるためにエンテ出していきます。まあ、イバルとか積んでくるめんどくさいジャローダーじゃないといいんですが、強い炎。リフレクター。これは痛いけど、ハチマキエンテを舐めてもらったら困る。どれぐらい入るかな。そうですよね、全然問題ありません。それではエルフさん対戦ありがとうございました。勝つことができましたね。それではじゃあここで一旦カットさせてもらいます。対戦相手の方が見つかりました。クロさん、対戦よろしくお願いします。で、お相手のパーティーをキャプチャーしていきましょう。ライボルト、ギルガルド、ナットレイ、ファイアロー、マリルリ、サザンドラ。サザンガルドの並びと、ライボルトと、ナットレイの並びですかね。何が出てくるかな。サザンドラ出てくるような気がするんですけど、初手雪の王から入るかな。臨機応変に対応できるのはガブリアスなので、ガブリアス、連れていきます。で、仮に、そうだな、初手マリルリだった時が一番怖いんだけど、まあ雪の王ですね、ここは。で、エンテイ連れて行きたいな。エンテイぶっ刺さりなんですよね。まあ上4体簡単に処理できるのと、メガネ以外のサザンドラは火傷引けば、まあ11で持っていけるので、エンテイかな。マリルリ出してくるかな。初手マリルリは、雪の対面貼られたら辛いから出てこないと踏んで、これで。それでは、クロさん、対戦よろしくお願いします。ほんと、エンテの選出率がちょっと高いのは、やっぱ、信頼をしてるっていう証拠ですよね。やっぱ、使い慣れてないポケモンって、あまり選出できませんよね。ファイアロー。ここ、普通に突っ張って、殴ってくんのかな。引いて、コンボ帰りとかで帰っていくのか。でもまあ一応このガブリアスカーフなので、岩なだれ打ちます。岩なだれ通る。ん？鬼火。何？乱数で耐えられた。これはきついな。サザンドラの処理が難しくなった。岩なだれ打ちます。跳ねやすい。辛い戦いが見えてきたな。当たらない。ここはじゃあ一旦引きます。エンテで、鬼火羽休みが見えたってことから、これは、ゴツメファイアローですかね。岩などで耐える。ストーンエッジにやっぱ変えた方がいいですね。
本エッジ打ちます。まあ交代してくんのかな、まあ、マリルリサザンドラがいてくれないことを今本当に願うばかりなんですが、ホワイト考えてますね。まあナットレをここで後出しっていうのは本当に難しいと思うんですけど、何が出てくるのかな。エンテイのストーンエッジが引っ込めた。何が出てくるかな。ライボルト、これ相手受かるのかな。ストーンエッジ、そうですよね。まあこれは無駄急所じゃないかな。ハチマキエンテイなので、そんなライボルトのような耐久で耐えられる。マリルリ出てきましたね。ここは絶対叩かれるから、もうストーンエッジで突っ張ります。急所に当たればマリルリも持っていけるので、どうかな。ホワイト考えてますね。ストーンエッジどれぐらい入るかな。オーボンで、じゃれつくで、これはファイアローの圏内に入れたくないので、ここは雪のを出します。相手ここで叩くのはちょっと難しいんじゃないかなと思うので、雪の王で、まあ仮に叩かれた場合、つぶてとこの雪ふらしのダメージである程度与えるのが目的ですね。木登り。で、ここで一番考えないといけないのは、相手がここでファイアローに引いてくることなんですが、ここで吹雪で突破されて、まあ、その時はガブリアス斬りでいいから、ここは普通にマリルリを倒しに行くのが先決かな。HP 残しておきたいから、ここは、エンテに引くのがいいんですかね。ここでマリルリ持っていかれたら相手勝ち筋が薄くなると思うので、エンテに引きます。突っ張る。で、お相手は引っ込めた。あ、雪の、あ、そうか、メガ進化前だとマリルリーより、そうなんだ。で、お相手が滝登り、じゃれつくが見えて、ここはじゃあストーンエッジをします。お相手はもうここで、どうしてくるのかな。ブレイブバード、やっぱ押してきますよね。でもこのエンテイだいぶ H と H に振ってるので、これでは持っていけないと思います。これで当ててくれば問題ない。ストーンエッジ。よし、当てる。よし、ファイアロー突破。急所。まあ無駄急所ですね。で、ここで相手は何をしてくるか。ここで相手はもうストーンエッジ当てられたらもう、腹太鼓を叩くこともできないので、普通に殴ってくると思うのでガブリアスに引きます。まあサメ肌のダメージと考慮してですね、じゃれつくで、ガブリアスはまあ突破されますが、サメ肌で、まあメガ進化をまだ雪の王がしてないので、マリルリを抜いているはずなので、ウッドハンマーでマリルリを落としに行こうと思います。なんか綺麗に勝ちに行けたかな、これは。では、メガ進化してウッドハンマーを打っていきます。いいサイクル戦が回したんじゃないかなと思います。まあ最初、ファイアローに対してちょっと岩流れが、ちょっと火力が足りなかったことが、ダメだったけど、まあ、ストーンエッジにあそこはやっぱ変えるべきですね。で、
ウッドハンマーで、まあ、リビルを持っていく。よし、うん、うまくサイクル回せましたね。それではクロさん、対戦ありがとうございました。で、前回の動画でエンテンの調整はどういう調整をされているのかって、質問があったので、まあ、この映像の後に、エンテンの調整とその他含め6体の調整を一応まだ、説明してなかったので載せようと思います。まあ、今回見てくれた方は本当にありがとうございました。次回以降も動画を見てくれると嬉しいです。それでは、調整をご覧ください。はい、パーティー召喚に移らせていただこうと思います。で、まあ、前回のコメントにエンテンの調整はどうなっているのかっていう質問があったので、まあ、ちょっとこのパーティーになってからまだ パーティー紹介をしていなかったので、ここでパーティー紹介を最後にさせていただこうと思います。で、このエンテンは、まあ、最初から使っている通り、まあ、こだわりハチマキのエンテンですね。まあ、こだわりハチマキを使っている理由としては、まあ、自分が、まあ、エンテン好きなポケモンで、なので、まあ、食べ残しを持たせて毒味がエンテイを使うのも、まあ、その毒味がエンテイは非常に強いので魅力的なんですが、自分はパーティーの最前線として使いたいのと、まあ、このパーティーギルガルドとかを各位置で持っていけるポケモンがいなかったり、あと、耐久に振ってないメガネニンフィアとか、あとサーナイトに対して各位置で聖なる炎で持っていけるようにしたかったので、まあ、ハチマキを持たせています。で、まあ、突撃直帰を持たせている人が多いんですけど、まあ、過去に突撃直帰を持たせていたこともあったんですけど、まあ、あまり強さを感じなかったので、ハチマキになりました。で、努力値ぶりは H、A、D、S に振ってますね。まあ、このエンテイを耐久に厚く振っている理由としては、まあ、対面で一発耐えつつ、殴ることができるっていう状態を作りたかったのと、まあ、あと、ボルトチェンジとか、トンボ返りで帰っていくことが多いので、その後続に対して聖なる炎をぶち込むことによって、火傷を引くことも期待できるので、ある程度受けられる HP が残しておきたかったので耐久にしてます。まあ、B より D が高いのは、まあ、ポリゴン2のダウンロード対策ですね。で、次、移ります。で、次は雪の王ですね。この雪の王は H、A、C、D に振ってます。で、まあ、D に厚く振ってる理由としては、まあ、メガゲンガーのヘドロ爆弾を確定台させるという、まあ、理由と、メガサーナイトの、目覚めるパワーの炎を耐えることができるように、まあ、D を厚く振ってます。まあ、特殊ポケモンに強く出れるっていうことは、非常にこの雪の王の強みで、まあ、過去に活躍した場面が多かったので、この努力値ぶりが、まあ、自分の中で一番完成されてるのではないかなと思ってます。で、まあ、両頭にしているのは、まあ、このパーティー受けループに非常に弱そうに見えるので、まあ、両頭にすることによって、まあ、受けループに多少は見れるんじゃないかなと思って、両頭にしています。で、次、まあ、ガブリアスですね。まあ、この岩なだれはさっきの2戦目の動画でちょっと、ファイアローに対して確定で持っていけなかったので、ここはストーンエッジにしようかなと、今考えています。で、まあ、ダブルチョップを採用している理由としては、激輪で、まあ、起点開始したいときや、まあ、あと、相手の初手ガブリアスとの対面で、まあ一応、陽気最速ガブリアスなので、ダブルチョップを持たせることによって、サスキ対策にもなるんじゃないかなと思って、ダブルチョップを採用しています。で、まあ、普通のスカーフの場合は、いじっぱりが多いと思うんですけど、雪の王とメガリザードン X が対面した時に、ニトロチャージを打ってくるリザードンが非常に多いため、まあ、ここでガブリアス、を、に引いて、まあ、受けつつ、次のターン、地震か激輪で落としに行くっていうことがしたかったので、相手のリザードンが最速だったら、ちょっといじっぱりだと抜かれてしまうので、そういう動きができなくなるので、まあ、一応陽気にしています。まあ、火力が足りない場面もあるんですけど、まあ、リザードンがほぼ確実と言っていいほど出てくるので、まあ、このガブリアスの調整になっています。まあ、AS ブッパですね。まあ、次はクレセリアですね。技構成はまあ普通のスタンダードなクレセリアなんですけど、まあ一時期電磁波をトリックルームに変えてた時期もあったんですけど、なんかあまり強さを感じなかったので、まあ馬車重に対して電磁波を入れれたりと、まあ入れれたらいいなと思うためと、まあこのパーティー、ガブディアスがやられてしまった時とかに対して、まあ
うん、で、雪の王の HP も残ってない時にガブリアスとかドラゴンタイプのポケモンに非常に有効打を持てるポケモンが少なかったので、まあ、冷凍ビームを採用しています。まあ、サイコキネシスを採用していた時期もあったんですけど、打つ相手がそこまで、まあ、バシャーモーぐらいしかあまりいなかったので、冷凍ビームにしています。な、三日月の前と月の光は、まあ、採用理由は、まあ、特に述べる必要はないと思います。じゃあ次はサンダーですね。で、このサンダーは、毒羽サンダーですね。うん、まあ、ずぶとい個体であるっていうのは、まあ、ずぶとい個体しか自分が持っていないっていう理由で、まあ、ずぶとい個体のサンダーを採用しています。で、まあ、毒羽にした理由としては、まあ、このパーティー、物理ポケモンが多いので、クレセリアに対して、まあ、強いポケモンがあまりいないので、まあ、毒羽して、まあ、抗耐久ポケモンを持っていければいいなと思って採用しています。で、まあ、10万ボルトを持たせることによって、まあ、スイクに対してもボルトチェンジよりも打点を持てるので、まあ、10万ボルトで、まあ、メザコーリー個体を持っていないっていう理由もあるんですけど、まあ、このパーティーの場合はハッサムがよく出てくるので、まあ、鋼タイプがよく出てくるので、まあ、熱風を持たせると非常に刺さる場面が多かったので、熱風でいいんじゃないかなと思います。で、次は、2体目のメガ枠のガルーラですね。で、まあ、陽気の最速ガルーラで、猫玉と冬打ちを両立した方のガルーラですね。で、まあ、この方のガルーラを採用している理由としては、まあ、猫騙しと冬打ちを持ったガルーラが自分の中で一番使いやすいっていう理由で、まあ、採用しているのが大きいですね。まあ、あと、あられによる、まあ、ダメージを稼ぐことで、タスキを潰したりすることもできるので、あとはまあ、冬打ちと猫騙しで持っていければいいなと思って、どちらとも採用しています。まあ、209ガルーラとかも持ってるんですけど、まあ、クレセリアに、まあ、このパーティー薄いので、そっちの採用もいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、今このガルーラを使って使用感がいいので、このままこれからも行こうと思っています。まあ、ガルーラの枠だけ今本当に迷ってて、このパーティーちょっと薄い部分がちょっとまだ多いので、このガルーラの部分を何か相性感を考えて、まあ、変えていく可能性はありますね。まあ、一応パーティー紹介はこんな感じとなっております。まあ、また何か質問とかがあれば、ツイッターかコメント欄に書いてくれれば、まあ、次回以降に、コメントで、いや、自分がちょっと話そうと思うので、まあ、その点はよろしくお願いします。では、今回もご視聴ありがとうございました。次回以降もよろしくお願いします。